わ、怖え怖え怖え、うわ怖えな、うわ、あ、すげえとこやなこれ、バチバチ当たるし、緊張しすぎて釣っちゃう、いやー、うわー、すげえなこれ、つづら折り、おほほ、そっちから行ったみんな、これすげえなこれ、ちょっと待ってよ、これ行けるかな、おお、この上？これすげえとこや。おっと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 、すごい、うまい、持ちこたえた。そこで。あ、厳しいですよ、こっから登りは。これはどっち行くんですか、これ。これ行けるかな、俺。いた、よし、なんともいえこの緊張感なんやろうね、だんだん近づいてきたぞ、怖いところへ。これ相当ぶりつけないかな。あらら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 ら。ヘルプです、ヘルプ。ヘルプ、ちょっと待ってくださいよ、よし、
よいしょ。これは、これはもう引っ張ってあげた方がいいんじゃないですか。木の根っこです、ね。あらららららら。これはちょっと待って。せーの。あららら。あだだだだだ。指が挟まった。エンジン切れんのよな。ああ。どうしますかこれ。こっち僕と同じじゃないですか、ここにはまったら。はまってしまう。これでも どうしたらいいですかね。こっち。ギアをこっち引っ張る。ギアを。持てます。せーの。なんか引っかかってますね。ステップか。よっしゃ。一回下がりましょうか。はい。下がります。ブレーキ踏めますか。ブレーキは踏めません。踏めません。本当ブレーキのみ。これは、はい、そこで加速がつかんのような。そうですね。もうケツが上がるぐらい下がりますか。せーの、よいしょ。まっすぐまっすぐ行けるように。これぐらいかな。おお、このぐらい行けよ。この木の根がやだけ。これ右の方ですね。右の方だな。はい。よし。いきなり開けるとザッとこう滑るのな。ズワッといくんだけど。その分ブリはいりますけどね。そこそこ。木の根っこがある。これは手ごわいぞ。そうそうそう、落ちる。いや、木があるから引っかかるんよ。ごめんごめん。怖えよな。めくれよだ。あ、よかった。いけた。もう危うくめくれよった。止まるかな。なんかこう下が。ベロ、あのぬるぬるじゃねえわ、あのふかふかですね。助走つけんとこれ無理っすよ。ちょうどその木、行きたくないとこ行ったか、カーブのところへ。もっともう一回下がった方がいいですよ。下がった方がいいですよ。もっと下がった方がいいんじゃないですか。結構ブリがいりましたねこれ。あらららららら、飲み込まれちゃった。これはここそこへはまってしまうよな。そう助走をつけてどつけた。ここはもうトコトコトコっと、うん、惰性じゃねえけど、うん、これどうやっていくんすか。おおだだだだ、足が滑る。ちょっと池田さんお手本見せてください。
これいや下がないですね本当。大丈夫ですか大丈夫ですか。あ、いやいやいや、これちょっと僕も世のやつだ、これ桜竹の竹っすよ、マジで足がたまるっすもん。あ、なんかねえかな、内藤くん。いや、ここ意外とすげえでしょ、これ。僕もめくれそうになったからこんな雨の中。お、うまい、うまい、うん、さすが師匠、うまい、うまい。結局足だけで登れんかったの。いやいや、これです、これです、ほんま。いや、俺この先が心配やな。ちょっと間を上げた方がいいかもしれないです。あの、一回でいけるかどうかちょっと自信がないです。はい、わかりました。あ、危ねえです、危ねえです。危ねえ。危ねえ。危ねえ。あ、耕している。いや、怖えな。あ、あ、これは。え、そっちしまった。あ、よかった。あ、ふふ、あ、危なかった。あ、危ない。いや、いや、あ、いや、ここ、まあ、その先ですね、問題は。これは難しい。お、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 
げえな。何に乗っても上がるな。俺はあのバイクで上がる自信はない。すげえ、あのタイヤで上がった。最高のコンディションです。よいしょよいしょ、いけ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 、とっ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 と、ここはきついな。一番どうしますかこれ。バイクを起こさなきゃいけない。あらららら、あ、木がちょっと前やらなきゃいけない。めっちゃ滑る、ね、よし、うん、このままちょっと押しますか。せーの、よいしょ、グッ、持って、めちゃめちゃ重て、めちゃめちゃ重て、手首が、手首が、もうこっから下りでしょ。あ、外れとるんです、バックルが。あ、はい、惜しかったな、もうちょっとやったね。心臓が持ちました、心臓が。あ、いける、ロー入ってる？もうちょっとでした。うん、ロー入ってる？もう上がりたかった思った。無理。もうちょっと。重すぎる。重すぎる。押したらめっちゃしんどい。これなんでかからんの？あ、これか。よし、ちょっと休憩しようか。これ大丈夫かな。大丈夫。景色のいいところにどうでもよかった。でもとにかく家に帰りたい。もう家に帰りたい。帰りたい。僕も帰りたい。この先怖いよ。いや、大丈夫かな。景色のいいところまではもうそんなに難しいところない。あ、ええ、そこから奈落の底へ落ちるのが怖いですね。ロープで引っ張ってもらえないけど、もう、あ、足が上がらんでしょ、もう。お前、疲れたっすね、お前。よいしょ。疲れます。もう完全燃焼、もうお腹いっぱいよ。まだまだ行くよ。というか、そんなに走ってないけど、めっちゃ疲れるな、これ。いやー、よいしょ。ちょっともうマンネリ化した、林道、自分のね、ホームコースがある人は、こういう台風の時に走ってみるのも手かもしれないです。二足で行ったら、ちょっと、ごめん、二足で行ったら突っ込んだ。よっ、よいしょ。
スピードが出すぎた。スピードが。体力、レッドゾーン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 、突っ込んだ。あ、これちょっと二足で行かないけど出たら、うわーって突っ込んだ。山の中、はい、行った。この先じゃ、この先じゃ、怖いよ。